よ。すごいすっかり夢中になっていますが、はい、アニメの方のアリシゼーション編はついもう日付が変わって今日が初オンエアだったんですかね。はい、はい、ということで、このあのアニメが始まる前からゲームではアリスを演じられていたということで、加山さんは、はい、そうですということですよね。まあ、あんまりこうゲームが先に演じるっていうのってあんまりないかなと思うんですけれども、あ、すごい珍しいと思います。そうです、聞いてめっちゃやってる。加山さんお話ししてますから。あ、すいません、本当にもう、まあ、自由なこんな現場です。楽しい現場です。でも本当にあのこうやってあのソードアートオンラインのイベントを今回こうやって出させていただいて、うん、あのすごい、あ、本当にファンの方がいっぱいいらっしゃるんだなっていうのをすごい感じられて、なんか楽しんでますね。この自由な感じもすごく好きです。すごい優しい。あ、もう慣れてるんで大丈夫です。あの、いつもじゃあこういう感じってことですね。共演多いので割ともう大丈夫です。どうぞ先進めてください。チームワークの良さを、はい、でも感じますね。はい、ということで以上家庭用ゲームの最新情報を、お知らせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。そして火曜日また会おうぽむするん。